こんにちは、ラドナ先生です。今日の日本語のレッスンは、にとでの使い方です。にの使い方は、これとこれですね。での使い方は、これですね。学校の例を見ましょう。友達は学校にいます。友達は学校にいます。バスは学校にあります。バスは学校にあります。学校に行きます。学校に行きます。学校で勉強します。学校で勉強します。英語にしましょうか。友達は学校にいます。これは英語で何でしょうか？そうですね。次は、バスは学校にあります。これは英語で何でしょうか？はい、そうですね。次は、学校に行きます。これは英語で何でしょうか？当たり。最後は、学校で勉強します。これは英語で何でしょうか？はい、そうですね。はい、やってみましょう。映画館の例を見ましょう。映画館、行きます。映画館、食べます。映画館、います。映画館、飲みます。映画館、行きます。は、にかでを入れましょうか。に、はい、よくできました。次は、映画館、食べます。に、家庭の中で、どっちがいいと思いますか？で、そうですね。次は、映画館、います。に、家庭、どっちがいいと思いますか？に、当たり。次は、映画館、飲みます。に、かで、どっちがいいと思いますか？で、よくできました。はい、今日のレッスンは終わりです。さようなら。